財務省はオーストラリアの連邦政府機関である。経済政策と予算の準備を所管する。長は財務大臣。連邦の財務省は1901年1月にメルボルンに設立された。財務省は税制、地税及び所得税並びに経済政策に集中している。財務省は財政、マクロ経済、歳入及び市場の4つの部局に分かれている。これらは4つの政策を遂行するために作られた。財務省は予算政策の問題や連邦の歳入と主要な会計及び金融の総計の動向、主要な支出計画、税政策、年金、連邦の金融政策、保険について助言する。財務省はオーストラリア及び5億外の経済状況と見込みを監視、評価し、効果的なマクロ経済政策の策定と実行について助言する。財務省は安全な金融システムと健全な企業活動を促進するための政策の遂行と変更について助言し、製品とサービスの市場の競争における障害を除去し、消費者保護や海外投資のような問題における公共の利益を保護する。財務省は政府の税制と年金政策の調整と実行及び立法において税収の予測と見積もりに関する重要な変化の情報を提供するとともに助言と支援を提供する。財務省はオーストラリア圏全盛期成長、オーストラリア証券投資委員会及びオーストラリア準備銀行とともにカウンシル・オブ・ファイナンシャル・レガヤレーターズ・ワーキンググループを介して市場の相場史に対する適切な監督を確保し、必要に応じて危機管理を促進している。ありがとうございます。